藤井聡太さんの驚きの秘密に迫る。彼がサントリーと契約した理由とは？将棋界で一世風靡を巻き起こしている若手棋士、藤井聡太さん。彼の活躍が、業界外でも注目を浴び、様々な話題を提供しています。その中でも、最近の注目は、なんと、藤井さんが、飲料メーカーのサントリーと契約を結んだ。というニュースです。一体、なぜ、サントリーが、藤井さんと契約を結ぶことになったのでしょうか？その秘密を、探るべく、我々は、藤井さんとサントリーの広報担当者に直撃取材を敢行しました。藤井さんは、サントリーは、日本を代表する企業であり、常に挑戦を続ける姿勢に感銘を受けました。将棋もまた、挑戦という要素があり、人々に、喜びや感動を与えることができると確信しています。だからこそ、私の将棋とサントリーのコラボレーションを通じて、ますます多くの人に、魅力を届けられるのではないかと思ったのですと語りました。そして、サントリーの広報担当者も、藤井さんの持つ才能とパフォーマンスは、まさに、サントリーの理念と共鳴するものでした。私たちは、藤井さんのような若き才能を応援し、彼と共に未来を作り上げたいと強く思え、ています。将棋界のみならず、様々な世代の人たちに、夢と感動を提供することができる。プロモーション活動を展開していく予定ですと語りました。私たちも、この契約には驚きましたが、双方が共通のビジョンを持っていることが分かり、ました。将棋と飲料メーカーのコラボレーションは、想像を絶するものかもしれませんが、藤井さんの持つ才能とサントリーの挑戦の姿勢が組み合わされば、何か特別なものが、生まれることは間違いなさそうです。これからの藤井さんのプレーには、ぜひ注目していきたいと思います。また、将棋界においても、他の企業とのコラボレーションが広がっていく可能性もあり、ます。将棋界のみならず、様々な分野で、新たな可能性が広がることを期待しています。藤井聡太さんとサントリーの契約は、まさに意外な結末でしたが、その驚きと新たな展開によって、ますます、多くの人々が、将棋への興味を持つことでしょう。将棋界の未来は、ますます輝かしくなりそうです。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。